台風5号から変わった熱帯低気圧が檜山沖に停滞していて、道南や胆振地方などではこのあと警報級の大雨となる恐れがあります。昨日から降り続いた雨の影響でこちらの川では流れが速く水が茶色く濁っています。昨日東北地方を横断した台風5号は午前3時ごろ熱帯低気圧に変わり檜山沖で停滞しています。伊達市大滝では午前11時までの24時間降水量が 98.5 ミリを記録したほか、昨日午後8時半ごろにおよそ200戸が停電しました。いきなり電気が消えたからびっくりしました。大雨降ってて、なんかちょっと怖かったです。道南や胆振地方、宗谷地方ではこのあと警報級の大雨になる恐れがあり、土砂災害や河川の増水には十分注意が必要です。